10代の頃左から、ルイーズ、モード、ビクトリアルイーズ・ビクトリア・アレクサンドラ・ダグマーは、初代ハイフ公、アレグザンダー・ダフの妻。イギリス王大使、アルバート・エドワードと、同妃、アレクサンドラの長女として、ロンドンで生まれた。兄に、クラレンス公、アルバート王子、後のジョージ五世国王、妹に、ビクトリア王女、そしてノルウェー王妃となったモード王女らがいる。 幼少の頃は、両親の所領のあるノーフォークのサンドリンガムハウスで、育ち、妹ビクトリアと、モード同様、王族としての教育を受けた。1889年6月27日、40歳の第6代ファイフ博アレグザンダーとバッキンガム宮殿で結婚した。その2日後、ビクトリア女王は、アレグザンダーを、初代ファイフ公爵及び初代、 マクダフ公爵に助爵し、この爵位は、アレグザンダーの男系子孫によって執爵される、ものとした。しかし、長男アラステアが溶接した後、アレグザンダーとルイーズの間には、男子が生まれなかったため、ビクトリア女王は1900年4月24日に、アレグザンダーを重ねて、ファイフ公爵とマクダフ公爵に助爵し、こちらの爵位は、アレグザンダーと、ルイーズとの間に生まれた女子び、 その男系子孫によって執着されるものとした。エドワード7世は国王として即位すると官令により長女のルイーズをプリンセスロイヤルとした。またこれと同時にルイーズの二人の女子アレクサンドラとモードも特使を持って王女とし殿下の継承を許した。1911年12月。 エジプトへ旅行していたファイフ公一家の乗船した船が、モロッコ沿岸で座礁。一家全員が救助されたが、アレグザンダーはこの時の感染症から緑膜炎を発症、翌月エジプトのアスワンで隠しした。アレクサンドラが公爵を就職して、第二代ファイフ公爵となった。1931年、ルイーズはロンドンの自宅で死去した。遺体は、 ウィンザー城内の正常寺礼拝堂に葬られたが、後にダフ家の先祖の墓のあるアバギンシャーへ移送された。ありがとうございます。